ヘイヨー、ヘイヨー、ケンスメッシュです。今日からやっていくんですけど、ごめんなさい皆さん、昨日ね3本投稿するって言ったんですけど、昨日だけリーグの練習とかやりながら3本はさすがに人間の域を超えてました。2本が限界なので2本で、やっていこうと思います。そういうわけで今日はこのバールーンです。今ねこのバールーンが強くて、親衛隊がとりあえず強い、親衛隊が強い、強いよね、トリトンも。で、ランバーバルーンで攻めて、まあ一回見てもらった方が早いな。行きましょう。俺、バルーン使えなかった民なんですけど、このバルーンデッキはね、非常に使いやすいので、まあこれを機にね、まあバルーン使いになるっちゅうのも一つの手じゃないでしょうか。ゴブ JPB なんだけど、あれやべえ。コウモリ弱くなったし、あれがきつい。なんだ。いろいろ、トリトンとかにも弱いし、ちょっとね、悩みです。はい、ランバーバルーン行きます。もう脳死ランバル、対空切ったらランバーバルーン、あ、これは守られちゃいますね。ただ爆破があるんで OK。 エレキどうしよっかな。雪玉だけでいくか。雪玉だけで、はい、一発に抑えましょう。で、ホグにはガゴかな。ランバーで、相手の対空いろいろ分かりましたね。これだけで許容します。 OK、じゃあとりあえず親衛隊いきましょうか。トリマの親衛隊が最強です。まずでエレキ切った、でハンター切ったら逆サイドに行きます。トリトン使うなこれ。はい、対空切りましたね。対空切っちゃうんですよ親衛隊に。それも仕方ない、人間の修正上切っちゃいます、これは。はいはいはい。これも体育ないし、相手。ないですね。ないって顔してるわ。バールーンがバチコンと入ってって、ハンター無視ですね。で、ランバーと、ガゴで折れなければ OK です。雪玉来るんですけど、1580残ったんで、またね、同じような感じでもう一本折っていくか、まあ、守るのもありっすね。オッケー。大抵エレキとハンターですね、体育。親衛隊出してあげて。守る方がいいかな、これ。はいはい、メガナイト。トリトン出してあげて。マスケも出します。でね、親衛隊が真ん中寄ってくるんですわ、これ。で、ランバー出してあげて。雪玉出します。いらんかったな。で、バーフーンとヒースピで、これキング側もやばいんで、で、相手出しちゃうよね。うん、やっぱり。で、エレキとか来たらトリトン。出してあげて、はい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 。一発入って、もう一発入るか。で、じゃあ守れば OK だよな、あとは。マスケと。まあ、極めたかな。はい、グッドゲームと。いった感じでございます。強いよね。ただ、このデッキの弱点がですね、ガゴ群れ同士用ゲーミング所属してます。あと、三重子が若干きついね。やっぱり、そこら辺はまあ、仕方ないんですけど、それ以外もすごく幅広くね、対応できるって部分で、今ね、すごい熱いデッキだと思っています。勝率もかなり高いですしね。いろんな YouTuber も紹介していくんじゃないでしょうか。ちゅうわけで2戦目いきましょう。最近ね、ミルダム生放送ね、夜やってるんですけど、雑談配信が多くて、とにかく雑談。まあ、クラガーはね、こっちの YouTube で上げてるってのもあるんで、雑談配信とかね、やってたりするので、ぜひね、皆さん、見に来てください。で、最近ね、このね、ゴブツメシ海賊団ってクランにいるんですけど、クラン作って、もうね、メンバーはもう右ダメで、募集しちゃったんで埋まっちゃったんですけど、そうですね、はい。これはまず待ってあげて、雪玉だな、これ。相手許容してきた。ディガーバルーンってことはこれ、ラバか。ランバル行きてえな。ランバル行きまーす。で、ヒースピ出してあげて。スケドラ。ダメージ入ります。ラバーつけられても、いい感じで守れると思うので大丈夫です。はい、まず1本折れました。トリトン出してあげて、スケドラを、まあ1匹だけつけていこう。
で、ここはまあ最悪守れなくてもいいっすね。やなめだったな。これベビドラとかいんのか、スケドラベビドラとかかな、ちょっとわかんないんで待ちます。ガゴ出して、なるほどね、ランバー出してあげて、どう守ろうかな。逆サイ雪玉とヒースピ、いや守らん方がいいな。これ雪玉打ってヒースピやっても多分全部にできないんで、これバールーン来たら厄介だな。まあでも雪玉あるか、雪玉打ってあげてガゴどう。これ矢波切った後だし、はっはっはっ、くそ気合足りずってなるとですね、厄介だな。マスケを生かす動きをした方がいいか。スケドラを突破するには何かしら後ろにつけないといけないんで、まあ、とりあえずケツマスケで親衛隊でも出しとくか。親衛隊出しといて、スケドラ来たらランバーで受けつつ、いやランバーで受けつつヒースピとガゴですかね。でマスケ2周目、トリトン出してあげて、若干おまずい感じはするね、若干おまずい感じするね。いやーもうちょっと攻めた方がいいか。いやースケドラちょいきつかな。もっとこんな感じで攻めた方がよかったですかね。難しい。もし防衛から入ってもよかったかなっていう感じですね。はい、グッドゲームです。要塞振られると、まあ、矢鍋採用だったんで、マスケを、ラバに出して、悔しいですね、今の。難しい。ガゴを攻めで使って、まあ多分、攻めて、11交換を2回繰り返して、22になってから、バールの速攻性でキング、あとは親衛隊キング相手のとこに出せるんで、2本おると。ここら辺に出せるんでね、ここら辺に。うん、そこで多分キング狙うのがいいっすね。で、初手、親衛隊は怖い。これでスパーキーとかボーラー来たらちょっときついんで、まあ、受けつつかな。てか、マジでコウモリ減った。コウモリ減ったってのも、割とバルーン環境への、まあ、影響がでかいっすよね。やることねえな。相手の出来が分からんうちは何もできないんで、ケツマスケするかガゴ出すか、悩ましい。ケツマスケにしましょう。アイスビーズ。新衛隊行こうか。新衛隊行きます。とりあえず新衛隊。ゴレかな相手。マスケで処理しつつ、こうですかね。でトルネー撃とか来たらちょっとだるいんで、ヒースピ添えつつ、お、なんだこれ相手、どうやって守ってくるのこれ、捨てた、え、ちょっと待て待て待て、とりあえずトリトン出して、はい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 、キングキズしといてあげて、これ相手スケラだったらおしまいですね。もうボーラーマジでキングギドしやすくなっちゃって。あはは、スケラだこれ。あーですね。ちゅう感じで、ボーラーがね、ボーラースケラはちなみに弱いです。キングギドされやすくて、トリトンだけじゃなくて、マスケとかウッドとかでもキングギドできるし、まあ、ボーラーのね、岩が伸びたことによって、相当キングギドしやすくなったんで、まあ、今みたいな感じで GG ってなることが多いですね。トリトンが、本当に強い。トリトンが強いんで、もう一回行こうか。トリトンが強いんで、まあ、ボーラーっていうのもね、あんま流行んないんじゃないかなっていう感じではあります。まあ、親衛隊出してボーラー出せても、トリトン出せばいいんで、まあ、そこら辺もね、いろいろありますね、ということで。まじ、この相手のスキンさ、正面から見るとバカかっこいいんですよ。これとかもうね、もうメガゴいるじゃん、ここにって感じなんですけど。そう、かっこいいんですけど、後ろから見るとダサいらしい。ポケモンか言うてな。
前から見るとかっこいいけど後ろ姿ダサいから使いたくないですみたいなね感じですね。中ごとで相手ペッカですねこれ。なのでトリトン出しつつバルーンまで行きます。竹がそこに移っちゃった。相手はここ捨ててからのカウンターかな。竹がいい感じに向かってくれれば最高なんですけど、ガゴ出してるとりあえず。まあ、じゃあじゃあオッケー。新鋭隊これやばくね、めちゃくちゃ強いんですよこれ。これがで一応この工場ババはガインってなるんでこんな感じで寄せてあげれば、まあ、ある程度ダメージを抑えられると。で見てみ相手のキングやばいっしょ、強くねマジで。ペッカコーチ多分クソほど相性いいっすよこれ。クソほどは言い過ぎたか。マジアチャー、まあ上手い人と当たってないからまだ分かんないけど、見てこの新鋭隊の火力、やる子でしょ本当に。このゴーストは放置してあげて、ランバルヒースピ添えおしまいです。これこっから完封できたら最強って感じ。一発ボーン、はい GG ですね。ドゥーン、強すぎ、強いです、強いんですよ本当に。これやることない時のトリマ新鋭隊がめちゃくちゃ強いんで、おすすめでございます。まあこんな感じで、今ねこのデッキが熱いのでぜひ皆さん使ってほしいなと思います。また明日とかはねこの新鋭隊ロイホグとかも紹介していこうかなと思っております。今日2本目はね格上がリドでもやろうかな。うん、今シーズンもやっていくので、じゃあ実際ねカンストボーラーや新鋭隊が出たのかって部分をねやっていこうと思います。呪文の覚え方講座はまた明日かな、ごめんなさい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、バイバイ。